この世の万物には陰と陽がある。陰陽は相克し、また相生する。未来とは不確定要素から成り立つ両面の鏡。正しい側に立つ者だけが真実をつかめる。これは平安京の未来がかかった戦い。この戦いに私はこの命を懸けると知る。お前らの平安京など鏡のごとく一撃で粉砕してくれるわ。そう言い切るのはまだ早すぎるのではないか。現実を見るがいい。お前のその覚悟がどれほど無意味なものなのか証明してやる。残ったのが私だけでも断じて諦めたりはしない。私がいる限りこの平安京が陥落することはない。